どうもみなさん、おはこんばんにちは。はるな艦長です。よろしくお願いします。と、今日は簡単動画シリーズみたいな感じでね、撮らせてもらおうかなと思ってたんですけども、やっぱりちゃんと動画撮ります。ということで、今回ご紹介するのはこちら。今更とか言うんじゃないよ。じゃじゃんジャブラーの完全ワイヤレスイヤホン2種類になります。イエーイえはるなさん。なんで2種類も買ったんだ まあ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 、それはね、後で申します、というところで。えー、今回買ったのはですね、ジャブラの、えエリート 75T、ノーマル、無印と、アクティブ。その両方を買いました。わー。はい、買いました。えー、ということですよ。なんでやねん、みたいな感じだと思います。まずね、こいつを買った経緯というのをね、ご紹介したいなと思っておりますと。え、まあ、買った経緯はねむ、むしろね、 えっと、すごい明確でどういうことかというとまあやっぱりね通話用の完全ワイイヤヤレスイヤホンが欲しかったったていうところがありますおい,おい春野さんいっぱい完全ワイヤレスイヤホン持ってて通話に適したのとか一つぐらいあるだろうっていうふうにまあ思われる方いると思うんですけどもやっぱりねちょっと結構不適合なものが多かったというかその通話に関してフォーカスを当てたイヤホン その完全ワイヤレスイヤホンをやっぱり僕持ってなくて持ってるとしても例えばそのワイヤードのまあ例えばえスティールであったりとか MSI さんのやつであったりとかまあそういうのしか持ってないと通話に適したいものであればで完全ワイヤレスをやっぱり欲したっていうのはまあ外で例えばまあ仕事の会議に出るとか例えば通話ア,アプリで。 まあ突然のマネの連絡を受けても通話出たりとか、まあ、そういうシチュエーションが僕の仕事だとまあ割とあるので、まあ、そういったもののためにやっぱりちょっと欲しいなと思い始めてきて、まあ、やっぱりジャブラがいいだろうっていうところでこ、まあ、この 75T とと、えー、とアクティブを選んだということになりますで、えー、なんでちなみに今のご時世なんお前は 85t が出てるのを知らないのかっていう 人も多分いらっしゃると思うんですよねもちろん知ってます 85t が出てるの知ってますとじゃあなぜ私がこの 75t を、まあ、これち,ちなみに中古なんですけどもなぜ選んだのかというとあのー、オパール型とそのなんて言うんだろうなあとでかすぎるっていうのと値段がまだまだ高いっていうところが <laughs> まあ当然だろうっていう感じなんですけど、まあ、受け入れられなかったっていう点はでかいです。まあ、これ2つ中古でで買っっても1万5千円ぐらいとかで収まったんで いいなと思いますしあとね割とサイズがね 85T に比べるとコンパクトではあります、まあ、ちょっと開封ね開封というかが中身見ていきましょうか、えー、あでもその前にねちょっとスペックだけ申し上げたいなと思いますというところで、えー、このジャブライ・リート・アクティブはですね、えー、まあアクティブと名の付いている通りこの無印のねジャブライ・リートより、まあ、防水性能がいいと、まあ、耐久性が上がっていますと。 普通のエリート 75T は IP55 になってますとアクティブの方は少し段階が上がって IP57 になってますと、まあ、30分水に沈めても耐えられるっていう、まあ、そういうなんか激烈な感じになっていますただその代わりですねなんかちょっとアクティブ向けの製品のそのなんてうんだろう癖というかなんというか、まあ、色がそんなにこう渋めの色しかなくてノーマルはねちゃんとこうラグジュアリーというか高級感があるような まあ色もこういう,ふう感じでね、出ていたりするというところです。で、いろいろね、えっとまあ、スペックとかでもいろいろ火出てるところはあって、例えばですけども、こいつあの、追加アップデートでアクティブノイズキャンセリングに対応してたりとか、あとね、冷やすルーにも対応してるしいろいろね、実はあったりしますと。で、そうなんですよね。で、 えっとまあ、コーデックは SBC、AAC とかなんですけども、まあ、十分ね、音質は綺麗、えー、な方に入りますとで。バッテリー性能とかですけども、バッテリーで例えばデフォルト設定、えーえっと、アクティブノイズキャンセリングとかも何もしない設定でやると、大体7.5時間だと持ちますと。で充電ケース併用で20.5時間、だから最大プラスで28時間持つというところになります。まあ、アクティブノイズキャンセリング使うと、まあ、最大24時間まで落ちちゃうんですけども、まあ イヤホン単体で5.5時間とかそういうふうになってしまいますけども結構ね、まあ、持つ方なんじゃないかなっていうふうには思います。というところですね。でまあ Bluetooth5.0 とかに対応してるんでまあ安定性は折り紙付きでしょうというようなところになってますというところですね。で4つのマイク、えー、4マイク2はテクノロジーみたいなのもあったりで風切り音防止もあったりするんで結構ね外で使いやすいような イヤホンになってたりしますでこいつの優秀さはもう一つあってですねこれちょっと一緒に見ていきたいんですけども例えばですねよいしょちょっと待ってねえっとまずジャブラーアクティブエリートアクティブをちょっと開封しますあもうこれねイヤピース変えてますはいでやってまずこれやりますとで こいつにはね、実は専用のアプリがありまして、ちょっと待ってくださいね。えー、っと、エリートアクティブ。こんな感じなね、画面が出てくるんですよ。今ね、これ通信してるんですけど、このアプリがすごい使いやすくて、ね、私ね、気に入ってるんですよ、これ。すごい気に入ってる。あの、まあ、ソニーのより比べてもやっぱりね、ソニーも結構使いやすいんだけど、この Jabra のアプリが、 すすすごい使い使やすくてそうなんですよここでアクティブノイズキャンセリングとかも設定できたりこれあのえイヤホンのメモリーにえーちゃんとねこう記憶できるイコライザーであったりとかこういうのもねあったりしますと。で概要せま設定でもういろいろねファームウェアもアップデートできるしまヘッドセットの設定またでボタン設定とかもできたりするしそうなんですよ。 ここれがが。ね、本当に秀逸、このアプリがまあ春馬さんそんなにねこうアプリについて褒めることって少ないんだけどこの j a b ラ a のアプリは本当にすごいあのこれ iPhone でも同様でかなりねあこれと同じほぼ UI なんですけどもうすごい秀逸なんですよ、まあ、これがね j a b の a のイヤホンの使い勝手を高めていると言っても過言ではないんじゃないかなっていうふうに思ってますというところが一つありますね。 でえっと、例えばこうアップデートも、ね、結構簡単でそうなんでですよアップデートも簡単で言語設定とかの導入も簡単で結構ねガイドラインに沿ったらもう普通にできるっていうようなもんだったんで、まあ、そういったのも含めて JABLO の,の使い勝手っていうのはそのマイク性能とか、まあ、そういう通話に特化した性能だけじゃなくて、まあ、ユーザビリティっていう意味合いでもかなり洗練されているなっていう,ふうに思っています。 まあそういったところがやっぱりそのジャブラを買うっていうふうにやっぱりつながるんだなっていうふうに思ってます別にこれ捨てますじゃなくてまあちなみにジャブラのヘッドセットね一つ持ってますけどもあのまあそれよりも全然もうこの完全ワイルス結構いいなと思ってまあなので実は2つ買ったところがありますというところなんですよまあ次回はちょっとね音質面とかその通話面とかちょっとねまあレビューというか 私の感想を述べさせていただきたいと思うので今日は下り話になりましたけど <laughs> まあ次の動画見てくださいよということでまた次の動画でねお会いできればなと思っておりますのでよろしくお願いいたしますということでまた次回の動画でお会いしましょう春菜館長でしたバイバイ